金城さん、はい、お誕生日おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます、ね、いくつになりました？あ、年齢ですか、ええ、あ、私10万43歳です。でもここでガタッとつうわすごい、やっぱ10万43歳にもなると、うん、なかなかもう祝ってもらえることもないんじゃないですか。なかなかないもんね、10万43回祝って。いや、突っ込んでくんない？え？10万43歳なわけないでしょ。え、そうなの？いや、10万43歳だと。いや、違う、43なんですよ。で、今ギャグで10万43歳です、うん、でも小暮方ていてつって言ったら、まあ、何やってんだよぐらいのさ。あ、そんなんくれないと、まともに10万43歳なんだって言われてもさ。はあ、いやなんかさ、10万43歳って思ってるから顔にシミがあるやつとか全然気にならなかったけど、普通に43歳って聞いたらただのおじいさんだなと思っちゃって。いやいや、顔にシミあるし。いや、おじいさんではないけどね、別に。顔にシミがあったとしてもまだおじいさんではない、43だから。でさ、思ったんだけどさ。ええ、何ですか？私ね、うん、まあ、コンビ組んで15年ですか。もう15年ですよ、丸15年経ってますよ。カニキョウさんから何かもらったことはあるんだけどさ、うん、はい、奥さん経由とかね、まあ、はい、カネキオ関連からもらったことあるんだけど、はい、俺カネキオさんに誕生日だからっつって、うん、なんか渡したことないの。ああ、確かにないね。で、もらったことないですよ私。で、今ねもう2人でやってるわけだから、うん、やっぱこういう機会じゃないとなかなかカネキオさんにプレゼントを渡すこともないなと思って、はい、ちょっと今日プレゼント用意してきまして。え、いいんですか？いや、もちろん。ね、珍しいですね、石澤さんからプレゼントっていうのは。本当ね、家漁ってたらね、本当にあのリアルな商品券。リアルな商品券。すごいね。え、これプレゼントなの？プレゼントします。おお。ただ、うん、普通にプレゼントしてもやっぱ金京さんばね、はい、一流の芸能人だからプライドあるでしょ。普通にもらうのがちょっと気が引けるなみたいな。いや、別にプライドないですけど。またいやいや、別に。だからもらいますよ。金京さんってやっぱね、お笑いの人だから、うん、例えば、はい、一発ギャグを披露して、はあ、私が笑ったら、はい、商品券プレゼント。ああ、なるほどね。これどうですか？例えばマックス1万円で、あ、1回笑ったら、うん、私1000円この商品券渡すっていう。1回笑ったらもう1000円くれるの？はい、1000円の商品券。はい、だからでも一ギャグやるでしょ、うん、一ギャグやって、それで伊沢さんがもう笑ったらその時点でも1000円。だからマックス1万円です。マックス1万でしょ。1万。いやいやいや、十分だよ。1万なんて結構大金よこれ。いいですか？いいの？本当に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 そのままプレゼントしてもいいんだけど、うん、やっぱプライドあるでしょ、芸人としての。いや、プライドはないからもう別に。やっぱ10万43歳っていうね、やっぱ面白いこと言ってくれるわけじゃないですか。いやさっきのやつは面白いっていう認識あんまないからね。危なかった。でも、もうちょっと笑うとこだったもん。いや、じゃあ笑ってねえじゃんか。笑うとこっていうのは笑ってないんだよ。ちょっといいですか？あ、じゃあ、じゃあ今回もそういう機会をちょっと、なかなかさ、YouTube でもさ、ずっと誰も聞いてないようなラジオをずっとやってる。果たしてこんな企画みたいなことやっても、誰か見るとも思わないんだけど。いやいや、でも、他のカネキョギャグ20連発っていうのも、うん、まあまあ、他の動画よりは、再生回数いいですから、まあ、やっぱりギャグ系はいいんじゃないですか。あの金京ギャグ20連発のやつって、うん、俺あれでしか見たことないんだよな。普段全くやんないよ。捨てたの？いや、捨てたわけじゃない。もうあれはもうあの時に初出しで作った20連発ですから。初出しのままそのままなんか封をされてる感じするんだけど。いやいや、そんなことない。もしかしたらなんかね、今日もいいギャグが、あ、そう、俺見せてもらえるかもしれないっていうね。で、これで伊沢さんもらってくれれば、うん、だから私はそのギャグを常用していけばいいわけですね。そうそうそう、普段からね。あ、これはいいじゃないですか。じゃあ早速いいですか、見せてもらって。じゃあ、わかりました。じゃあ頑張りますよ。ちょっと気合入れていいですか？あ、どうぞ。ひらめひらめおお、あ、えいえいおお、ひらめとえいで間違えちゃいました。立ててつー。もう、これは楽しみですね。だから突っ込めって言うんだよ。何を突っ込め、突っ込め、うるせえな、こいつ。じゃあ、やってやりますよ。笑わせますよ、伊沢さんを。なんか急に段取り臭くなってきた。よし、わかりました。はい、じゃあお願いします。では、一発目いきたいと思います。お願いします。いやー、親分。あいつの落とし前は、どうしますか？これが本当の組体操。
せん。ちょっと笑ってないよ。ちょっと待って。ちょっと何これ。やる前が一番面白かったよ。めちゃくちゃ緊張してた。やる前が一番面白かった。危なかった。本当に笑いとかった。やる前の顔に。いや、やっぱりちょっと一発目だから、やっぱりちょっと緊張して。緊張がひどいなよ。ギャグは、本当に全然面白くなかった。あ、そう。ただ、緊張してる顔が面白かった。まあ、じゃあいいっす、せん。これはもうせん。え、これです、せん。せん、せん。本当に本当にくれるの？いいよ。直腸。え？景気づけよ、景気づけよ。景気づけに？じゃあもう次から本当に厳しくだ。ああ、はい。ギャグは本当に言うけど、全然面白くなかった。いや、何回も言わないんだ。すげえな、これで1000円もらえるんだ。じゃあ2つ目、いきます。鉄道を見てください。顔が面白い。顔。逆に全然面白い。大盤投げと見せかけて鉄道を見てくださいっていう鉄道のライだったっていう。説明しちゃっていや回ってる時の顔はすごい面白かった。あ回ってる時の顔。すごい真剣な顔してる。いや、これも込みで。込みで。込みで。ゲット1000。え ?2000 円もこれで。もう2000円。いや、いい。やばい、ちょっと待ってくれ。これちょっと全部持ってくんじゃない私。ま、全然、ギャグ全然面白くないんだよ。え何がなんか、トッピングで笑わしてる感じするんだよ。いやいや、そうだね。全部。やばいやばい、ちょっとダメだ。入りそう。そこに入ってきてる。じゃあ、3つ目いきます。菅野美穂と同じ年、私43。待ってくれよ。え？待ってくれよ。ああ、だから枯れ木ってこういう笑いなんだなと思って。なんかこう、なんとも言えない空気が漂うじゃん。うん。やり終わった時に、うん、あれで笑っちゃうんだよな。いや今か菅野美穂と同い年、うん、私43、はいはい、あの桜もね、うん、それ全部分かってるんですけど、お辛いの、はい、分かってるんですけど、なんだろうこう笑って多分金距離笑っちゃうんだよ、笑いやすいんだよな。本当ごめん、あの内容は本当に面白くないんだよ。うん、面白くないよ。なんか空気で笑っちゃうんだよ。うん、おめでとうございます。え、まだもらえるの？もう3000。3000。渡したくねえよ、こんなので。すごいな、これ。よっしゃー。俺、本当にもう笑わないよ、俺。おい、もう笑わない。いや、いや、あの顔は、ごめんね。なんか本当かわいそうになってくるんだよな、あの顔は。なんか、おこぼれで笑い取ろうとしてる人みたいな。本当になんかもう、立ってるけど、土下座してる姿が見えてるけど。じゃあ4つ目いきます。起立、気をつけ、シーこれはストレートに笑ったでしょ今。ひどいなと思って何がシェーって起立、気をつけ、シェーそれ赤塚不二夫さんのでしょ。だってシェーは、いやでも、いや例をシェーって言ってるから、違う、シェー、いや、それ今さ、シェーってやったらあれだけど、キリッ、キリッ、気をつけ、シェーだから。ひどいね。よくそんな人のふんどしで相撲取ろうと思う。いやいや、相撲っていうか、相撲は取ってない。僕のまとめのオリジナルだ。レイをシェーって言ってるだけだ。おめでとうございます。これ4000円。破産するわ。こんなすごいな、ストレートにこれ。やべえな。もう、渡したくない、本当に。ちょっと甘めになってるわ。もうやめよう。もう笑わない。もう真剣にいくよ。うん、今まで本当にかわいそうだなと思って笑ってたとこあったから。あ、ちょっと真剣だ。じゃあ、5つ目、いきます。緊張してるもんな。5つ目が言うてねえもん。
私何か自然を見ながらのどかに過ごしているように見えますか？違うんですよ。人質に取られてね、手首縛られてるんです。ああ、よかった、顔隠してくれて。ああ、そっか。よかった。顔か。顔隠してくれてよかった。本当に助かった。ああ、チョイスミスだな。確かに。助かった。でもこれ、後ろ向かないと。なんかこう、手をこう組んでると見せかけて、うん、実はこう、手縛られてたっていうやつだから。ああ、そういう細かい。後ろ向かうことにはいかん。ああ、そうか。よかった、顔が見えた。顔か。じゃあこれ本当にだから今までそのなんつうの哀愁のある顔で笑ってただけだから、緊張してるとか真剣に回転してるなとかそういうところで笑ってたから助かった。これもう笑わないな。もう今の完全にリセットできた。もう4000円だけですね、会長さんに渡すのは。好きなもん買ってください。4000円ですぐ換金するんでしょ。いや、ちょっともう言うよ。もう10個やるんだからさ、なんで終わらそうとするの。6つ目いきます。スカートめくり。ちょっと待って、何が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 、スカートめくりで終わってるやつでしょ。そこの後は、変顔は別に。いやいや、スカートめくりして、めくった後で、おおっていう表情じゃん。もう、俺、笑っちゃいるから。まあまあいいでしょう。まあ、じゃあ笑ったから。じゃあ5000。5000。よし。あと、あるの？次、7個目か。全然内容で笑わせてくれないじゃん。いつになって中身で勝負してくれるの。じゃあ7個目いきます。お客様にお願い申し上げます。駆け込み乗車お舐めください。おー、駆け込み乗車、駆け込み乗車じゃん。駆け込み乗車のお前さん。何言ってるか分からないよ。これはこれで今笑ったけど、今のはプライド許さないでしょ。何が、今ので1000円の商品券ゲットはプライドは許さないでしょ。いや、くそさ、ふざけんなよ。マジでお楽しみ会みたいになってきてるから。いいの。いや、いいよ、だって笑ったプライドは許さないでしょ。いや、プライドというか、だってやり直したくない。じゃあ一応やり直すよ。やり直したよ。うん、わかりました。一応やり直す。ああ、うん、お客様にお願い申し上げます。駆け込み乗車お舐めください。おお、駆け込み乗車ですか。ああ、ペンドル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 ドもう笑ったよ、笑ったって。内容関係ないじゃないですか、もう最後。何それ、志村けんやってた。やってない、やってない。ダフンダとかさ、ダフンダはやってない。赤塚部長とかさ、やってないよ。とかひどいよ。いや、でも笑ってはいる。だって笑ってはいるよ。笑わしたらいいんでしょ。ギャグをやって笑わしたらいい。そう、ギャグをやって笑う。ギャグで笑ってるんだもんな。納得いかねえけど、まあ。じゃあ5000ね。だからもう、まあ、8個目か。あと3個だ。もう俺、本当に厳しくいくよ。もうね、全然厳しく言ってもらっていいんだよ。それだってこっちだって真剣勝負やってんだからさ。別にそんな、まあ、いや、最初からやってよ。最初から、こっちだって真剣でやってんだから、そっちも真剣でいいね。いいよね。いいよ、全然。OK。考えるような内容でもねえだろ、全部。どれかなじゃないんだよ。上から書いたら全然いいんだよ。どうせ最後顔で落とすんだから。
ちょっと待ってよ。じゃあ今、8個目って言わなかったなと思ったから、言わなかった、ちゃんと言わないとさ、ほら、何個目か分からない。8個目ね。はい、8個目。今、8個目？今、8個目、次。8個目。はい、8個目いきまーす。レモン、砂糖、炭酸入れたら、レモンスカッシュ。いや、にらめっこじゃないんだよ。笑うまでやめないんじゃないんだよ。諦めて。ダメ。ダメでしょ。笑ってないんだから。いや、なんとか笑うかなって言うの。なんかほら、いつまで。え？いつまでやってんだよっつって。いつまでやってんだよっつって。ありませんよ。厳しくなってきたな。だ。だいぶ緩かったからね。ちょっと蛇口閉めりゃこんなもんよ。いやもうほんとダメよそれ。探るのダメ、探りもうこちょこちょしてんだもん。こちょこちょわざとミスして。いやわざとじゃないよ今の。なんで見えくかな。嫌な人だよ。じゃあ9個目いきまーす。しっかりジャッジができない野球の審判。セーフか、アウトかセーフか、セーフだ。いや諦めるよこれは。10個目いきます。毎日毎日僕らは鉄観音。もう一個で、勝つよ、いらない甘すぎた。じゃあ10個目いきます。10個目ね。高い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 、このプレゼント高い高い高い。ブレスレットしてないじゃん。いや、ブレスレット持ってる。でかすぎるだろ、ブレスレット。いや、そうかもしれないけど、大体ほら、わかるじゃん。わかんないよ。いやいや、わかんないよ、わかんないけど、プレゼントをこうやってんだなっていう。いや、全然。じゃあ、どうやればわからんの。今のやつ。今のやつはもう最後、ほんとダフンだでしょ、最後。ダフンだ、ああ、わかった。はい。うん、高い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 、このプレゼント高い高い高い、ダフンだ。ダメだ。ダメですよ。ダメ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 だ。今のダメだよ。ダメ。うん。ダメ。面白い。もうないでしょ。だって。うん、もうない。ないでしょ。じゃあなんか渾身のやつとかでもいいですよ。全然。渾身のやつ。渾身の今まで金木さんが芸能生活やってきた中の渾身のやつとかでもいいよ。ああ、はいはい。あ、はい、わかりました。行きましょう。はい。はい。じゃあ行きます。おばあちゃんの目、パパパーティー、ガチャモン。ありがとうございました。結果は追って知らせします。いや追ってってもう分かってるでしょ。分かりました。おめでとうございます、うん、6000円ゲットです。6000円ゲット。はい。じゃあ本当にくれんの。いやあげるよ、誕生日プレゼントだから。本当？なんかさ、そんななんか素直に磯尾さんがなんかくれるなんて初めてなんだけど。いや、それはだって2人で頑張っていこうってことよ。いやいや、もうそうかもわかんないけど。いや、これでね、何か曲線だから、うん。ね、商品券で、うん。またギャグが使えないから、ね、小道具でもなんかあ、小道具。本当に。はい。おめでとうございます。じゃあ、すいません。ありがとうございます。え、いただきました。おめでとうございます。5000円。ありがとうございます。
OK。 誕生日プレゼントあげる。俺ね、いや誕生日プレゼントじゃあ何かやるよ、三沢さん誕生日的に、うん、いや、逆に、うん、あ、一発ギャグやる。やんない。あ、じゃあクイズ、クイズ、クイズやる。クイズ、クイズ、10問ね。で、正解したら、まあ、1000。じゃあ、それやろう。何時に？7月だよね。6月。あ、6月ね。